皆さん、こういう乗り物だよ。今回なんですけど、決定しましたね。とある科学のレールガン。3期、おめでとうございます。とある科学のレールガン。T。この T はサードの T かな。3期っていうことで。なのかどうかはちょっとわかんないんですけども、 T。まあ、他の意味も多分あるとは思うんですけども、っていうタイトルで、3期決定でございます。2020年1月から。いや、楽しみですね。とあるシリーズに関しては、無料は本編というか、とある魔術のインデックス、これから見始めてずっと見てきたんですけど、1期から3期、本編2期から3期まで見て、とある科学のレールガンも1期2期見て、ちょっと今回あれはな、とある科学のアクセラレーター、これはちょっとなんかどうなんだろう。まあちょっとまだ消化してる感じついてないんですけど、一応見てます。本編はね、3期がちょっと、インデックスは3期がちょっとね、いろいろと、なんだろうな、もうちょっと予算あったらどの人かなったんかなっていう感じもするし、まあ省略する部分は省略して、なんだろう、アクセラレーターが出てくるアーム編とかはもう、アクセラレーターの方で、やって、省略したらよかったんじゃないかな。省略してもよかったんじゃないかなと思いつつ。いや、キャラクターがいいですよね。レールガンは、サテンさんとか、白井黒子とかね。そう、ビリビリだけじゃなくて。そう、オープニングが、毎度おなじみ、フリップスライド。エンディングが、岸田教団&ザ、明星ロケツ。このバンドはいいですね。ストライクブラッド、ストライクザブラッド、とか、ゲート2、ゲート2のオープニングで歌ってたあのグループス、あのバンドス。他有名、そうですね。有名どころそうですね。また出てくるんですよね。ダストオーダーとか、シスターズとか、懐かしいメンバー。レールガンに関しては考えなくてもスラスラっと見れるとこがいいですね。あと結構話も、ストーリーも意外といいっていう。スピンオフで面白いっていいですよね。個人的にはスピンオフ好きなんですけどね。絶対カレンチルドレンのスピンオフ。あれは面白かったな。ボスというか、ラスボスみたいなやつ。あいつが良かったっすね。あいつが意外とね、なんかいいやつというか。てか、絶対カレンチルドレンまだやってたのがちょっとびっくりなんですけど。結構長いっすよ、あれ。あれ相当長い。相当長いことやってる。ちょっと話は脱線したんですけどね。さあ、どうなっていくんでしょうか。